今日はね、お絵描き企画でマーベルのお絵描きをしてみよう。イエーイ。スタバのオファリングかけるでしょ、ミー、うん、でしょ。だからそのタッチでマーベルのイラスト描いたらどうなるかなと思いまして。別にうまかないよスタバ店員ってさ、こうなんか絵上手っていうイメージあるじゃん、うん、なのでに描いたり、ね、そうこの間頭めっちゃ使ったでしょ、うん、たまにはちょっと気の抜けた企画をやろうかなと思ったので、もうほんとお絵描きだと思って楽しんでやってくれればと思います。はいはい、皆さん最初に言っておきますが、うまくはないです。行きましょう。レッツーマーベル画伯。ちょっとドリンク1個書いてみようか。いいよ。うん、あ、出た。いける？あ、いける。はい、じゃあ何フラペチーノがいいですか？あ、お任せします。何でもいいっす。緑がないね。緑がないから抹茶フラペチーノはかけません。じゃあコーラフラペチーノにしようか。おいじゃん旬だね。コーラフラペチーノかけましょう。はい、いいですね。かけた、うん、はい、じゃあ見せてください。まず普通のドリンク、コーラフラペチーノです。まあうまかない。スタバでよく見る絵だ。ありがとうございます。はい、じゃあそれのボードを使ってマーベルを描いてみようかなと思います。はいはい、お題をいきます。はい、お題はシビルボーです。おー、何でもいい、どのシーンでもいい。そのボードを使ってもシビルボーを表現してほしい。わかりました。いいですか？あ、いいですよ。制限時間は10分です。いいですか？10分で測るので色までいかないとりあえずやってみて。いいよ。はい、じゃあ頑張れ。あんた誰あ、でもうまいな、バランスがうまい。少女漫画になっちゃった。はい、ということで10分経過です。どんな顔、どんな感情の顔なのそれは。お題はシビルボーです。はいはい、まあいいんじゃないでしょうか。マジ？うん、数人ひどいですが行きましょう。はい、はい、じゃあお願いします。お披露目だね。お、でもすごいすごい。あれ、思ったより全然うまいわ。いいじゃん。飾っとくか、じゃあこの辺に。おお、いいね。あれだね、上手だね。トニーうまくない？うん、上手。なんかね、普通にちょっとおふざけ企画だと思ったんだけど、頑張って取り組んでいただいてありがとうございます。とんでもない。本当に普通にじゃキャラクターみたいななんか想像してたから。すごい、うんうん、こういうこと？あ、そうそうそう、なんかそういうのでミーが下手くそなアイアンマン描いて面白いかなと思ったら、なんか想像の遥か上を聞かれた。ちゃんとやったわ。ちゃんとやった。ちゃんとやった。また疲れた企画になっちゃったね。うん。ちなみにじゃあシビルボーどっちのグループに入りますか？アイアンマン。
入ってね推しなんでブラックパンサーもいるしね、うん、うん。ナタシャもいるんで。あ、そうか、すいませんけど。いや、ほんと上手だわ。俺とても、うん、完成したの今度インスタに載せるからじゃ、うん、ちゃんと書いたのね。まあ気が向いたら。はい、気が向いたらもう見てください、この手来たねはい、じゃあちょっと待って、疲れた客になっちゃったんだけど、お疲れ様でした。ちょっと思ってたのと違ったんで、じゃあ終わりにします。お疲れ様でした。はい、バイバーイ。チャンネル登録よろしくねー。